どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは、陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人まで、みんなが役に立つことを発信していきたいと思います。今回はこのラグジュアリーボール、青木亮太先生の代表作になります。これね、何がすごいかっていうと、まず美しいライン、次この広大の小ささ、このアンバランスとね、この立ってる美しさ。で、次にこの美しいフォルムにこの美しい釉薬がかかってる作品になります。日本でまあ展覧会をしてこれを発表すると、日本人の多くの人はどう使うのっていう考えになるんですよ。けどロサンゼルスとか、まあヨーロッパ、まあスイスとかいろんなところで展覧会するんですけど、どう思うかというと、これをね、小さい彫刻だと思うんですよね。で、彼らは何て言うかというと、これをどこに飾ろうかっていう発想からまず始まるんですよ。だからこれはアートピースなんですよ、世界中で言うと。なので、この代表作のアートピースの作り方を今回ご紹介したいと思います。4つの重要なポイントがあります。では説明しましょう。まず1つ目、デレン、光大をしっかりと絞る。次2つ目、デレン、ボールのこの胴体の厚みを均一にする。で3つ目、デレン、外ごてで外をきれいにする。じゃあ最後に4つ目、手の水分をしっかりとってこうきれいに歪ませる。この4つのポイントを紹介します。では行ってみましょう。まず基本の土作り、ちゃちゃってやっちゃいますね。土殺し上げ、土殺し下げをやってきます。だいたいね、これね、5回ぐらいやればいいからね。はい。で、まずこれで芯出しをしますね。で、今回じゃじゃん、高台がね、すごい分厚い。見てもらったら分かるけど、だいたいね、指4本ぐらい。今回はね、土を1キロ使ってます。で、そのちょうど真ん中、ちょっとあえて線つけようか。これが高台の部分になりますね。で、あとこの上半分でボールの形を作っていきます。で、行ってみましょう。下半分使わないんですけど、この上半分、下からを引っ張り出してあげます。ではまずここで第一のポイント、高台をしっかりと絞り込む。こうグググググ、これ今絞り込んでるの分かるかな、このググ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 グ、うわ苦しそう。絞り込みました。この絞り込み、これをしなかったらどうなるかというと、焼いた時に高台のね、この裏側ね、亀裂が入っちゃって切れちゃうんだよね。まあ土を殺す、ここでもさらに殺してんだけど、これはちゃんとやってください。特にね、高台が分厚い作品に対しては絞り込むことが大事。特にあの磁器とか、まあ、半磁器とか使う人は特に絞り込んだ方がいいね。じゃあ形作っていきますね。でにゅにゅにゅ、この状態でビャーン、ドベっちゃう。これドベっちゃう、ドベ超重要。はい、下から引っ張りますよ。タオツータオツーチェックワンツータオツー、あー伸びてきた。はい、まず1、2は形を均一にします。はい、2番目のポイント、このボールの、この胴になりますけど、この胴の部分、この厚みを均一にします。ここ超重要。はい、じゃあ次広げていきますね。タオツー、タオツー、お今日調子いいね、暴れてんな。ちょっと今だいたいね、伸ばすのはね3手ぐらいでやめといてください。じゃないと後から垂れちゃうから。はい、ボールの形ができました。で、ここで中をピュンときれいにします。ここで使うのはこの金属のヘラ、これで中をまずチュイッときれいにしますね。チュル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 つってね、これ
なんだろうね、ハーゲンダッツの一番上を食べる時のこのちょっと上だけこう取る感じ、こういう感じで取ります。でこれである程度形はできましたけどね、よーく見てください。こちらここまあね、うっすらろくろ目が残ってるでしょう。これを今から消していきたいと思います。ここはね、日本人の作家さんはこの技は知らない。これはね、自分がねスイスに留学した時にヨーロッパで学んだスペシャルテクニックです。そのテクニックは3つ目のポイントいきますね。外のコテも使う。日本人は中のコテしか使わないんだけど、この新しいテクニックは外コテで外もきれいにします。そうすると仕上がりの後に削らなくていい。ではいきます。コテ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 、ツル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 、調子いいねこれ、調子いい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 、テレイン、見えるかな、めっちゃくちゃ綺麗でしょこれ。ほらツル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 、気がついたらボールができてました。こうやってボールを作っていきます。はい、じゃあ皆さん気になってる4つ目のポイントって何、ではそれは今からご紹介したいと思います。じゃん、手を洗います。これがすごい重要。ジャブ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 、めっちゃ手今洗ってます。めちゃくちゃ手を洗ってます。こうね、スポンジを使って手洗ってます。ジャブ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 、はい、じゃーん、手が、土鍋は全部取りました。4番目のポイントとして、手の水をしっかり取ってから歪めます。手に水がついてると土がねスティッキーしちゃって、離すときにバイーンってなって、なんかもうくっついちゃうんですよ。もう形がぐっちゃぐちゃになるんで、手は必ずドライにしておいてください。じゃあいきます。こうすっごい慎重な作業でやらないと、これもうぐちゃってなっちゃうんで、もうたまにあるんですけど、いくよ、ティリンティッティティーン、めっちゃ綺麗な楕円、どうぞ。こんな風に綺麗な楕円が仕上がります。はい、では最後にここを削ったら仕上がりますが、削りの回はまた次回どこかでお教えしたいと思います。ちょっと切った勢いで垂れちゃったんですけど、説明します。ここからここまでは削りはしません。なぜなら歪ましてから削るのは難しいから。ここはもう今回引いた時にバシッと決めちゃいましょう。では次、手の動きいってみたいと思います。手はまず親指クロス、基本中指と中指でいきますね。いきます。このように、もう一回いきますね。このように伸ばしていきます。クククククク、しかも均一にする、均一ですよね、ここで。な、最後中を調整するときにこのコテをシュッってやります。このとき左手の親指は必ず右手とくっつけていてください。一緒に動く。あれ、あ、いや倒れちゃった。ピコン、帰ってきなさい。で、外コテの使い方、あいやいやいや、外コテの使い方はまた次回でお願いします。今回は美しいラグジュアリーボールの作り方でした。皆さんぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。タオツー、タオツー、あいやー、あざっす。